この船はエキセスカタマラン、エキセス11というカタマランですね。双胴艇です。カタマランは単胴艇、普通の細い単胴艇と違って船体が2つあるのでとっても安定が良くて、でヨットって傾くという常識がありますけど、カタマランは傾かない。だから中が非常に広い、安定してる、揺れない、全てがいいんですけど、日本での一番の問題は置き場所が2杯分取るということ。でもその分乗り心地抜群です。内装は極力例えばヨットですと、ここからここに段差があるんですけど、段差もなくて普通の家と同じような生活ができるように、トイレのスペース、それからベッドとか全部広くなってます。